広島県が全国で2番目に無医地区が多い都道府県であるということ、検査機器があっても読み解く我々のような専門医がいない地区が多いということで、遠隔画像診断を用いて医療の近辺化、質の向上に努めたいと思ったところにあります。エムネスが目指すところは、事業を重ねていく中でまさにインフラあるいは IT 技術が必要となってきますので、 GCP の力を借りてですね、広くこれを展開していきたいと思うようになりました。ゆっくりくは GCP 上にシステムが構築されていますので、インターネット環境さえあれば医師がどこにいても簡単に遠隔画像診断ができる。仕事に携われなかった子育て中の医師、海外留学中の医師がですね、少しの時間でも画像診断ができるという大きなメリットがあります。画像のサイズは20メガ程度、一度に3000枚の画像が一つの医療機関からアップロードされる。それを3分以内にユーザーに提供しないといけない。アップエンジンとクバイデスエンジンのフルマネージドなスケールを利用してそこを実現できているというのが利点です。優秀な医師の知見を集約することで、より質の高い診断が行われる、そういう思いを持ってですね、 AI の開発に取り組んできました。有用性が見えてきたものが脳動脈瘤の検出、 50% 程度の指摘率だったんですが、この2年余りでですね、 85% から 90% といった精度に向上しています。役に立ったのがですね、アップエンジン上に構築したフィードバックシステムになります。過去の病歴等々すべて世界中どこでも活用できる。これができるのは Google さんしかいない。患者さんにとって非常に有益なことだろうと今は考えています。